はい、こんにちは、ゆうたです。今日はね、インフラエンジニアが狙い目な理由っていうので、お話をしてみたいと思います。あれなんですね、今 IT 人材が足りないとか、そういうのいろいろ世間でね騒がれてると思います。で、学校でねプログラミングを教えたりとか、授業で教えたりとか、パソコンをねなんか生徒一人一人に配ったりとかね、その政府としてプロ IT 教育にね力を入れていると、そういうようなことがもう始まりつつあるという、もう始まってるのかなっていう感じですよね。で、あとね、その世の中で、稼げる仕事っていうので、プログラミングっていうキーワードが結構あると思います。その世のインフルエンサーと呼ばれる方々が、プログラミング一番稼ぎやすいです、手っ取り早いですよみたいな感じでね言ってるから、これ狙い目なんじゃない、プログラミングとか狙い目なんじゃないかなって思う人が多分結構多いですね。はい、というところからですね、ちょっと4つあえてインフラエンジニアがねいいんじゃないかなと思うのが4つあるので、それを話していきますね。まず1つ目が IT イコールプログラミングというのが世間の認識で、2つ目が、プログラミング苦手でもできる、3つ目が、インフラって、確実に必要ですと、で4つ目が個人競技っていうところですね。はい、でこれちょっと話していきますね。はい、でまず1つ目なんですけど、IT イコールプログラミングっていうのが、世間の認識ですと、多くの人は結構そう思っていると思います。僕も友達とかと話してて、お前何やってんの、なんかコンピューターっていうか、なんか SE っていうかそういう感じだねみたいな、じゃあプログラミングとかめっちゃやるんでしょみたいな言われるんですけど、そうではないですね。とりあえずね、そうだよと、そうだよっていうか深くあれなんで、とりあえず、そんな感じと言って流すんですけど、実はちゃんと話すとそうでもないじゃないですかっていう感じなんですね。やっぱりね、このプログラミングに、みんなこっちにね行きがちなんですね。で、多分初心者の状態からインフラをいきなりやるっていうのは結構少ないんじゃないかなと思うんですよ。そこに目つけてやるっていう人は少ないと思うんですよね。なので、自動的にライバルって少ないですね。パイもね、これ取り合うパイもそんな多くはない、少ない方だとは思うんですけど、それにしても少ないとは思いますね。あとね、その分かりやすくかっこよくないというのが、わざわざこれをやらないっていう理由かなと思うんですけど、例えばフロントサイドとかだったら一番分かりやすいですよね。ウェブページの画面めっちゃかっこいいの作ったら、これかっけえってなるんですけど、インフラってすごいね、分かりにくいんですね。旗から見ててっていうか、特にそのユーザーからはね、直接見えないところじゃないですか。そうなんですね。だからサーバーの台数だってユーザー知らないし、ネットワーク構成がどうなってるかも別に知らないし、そのクラスタリングでね、なんか落ちた時にこうなったとしてもユーザーから見えないようになってるから、すごいね、分かりにくいですね。だけど必要っていうのがね、あると思うんで、ライバル少ないっていうのがね、まず一つ目かなっていう感じですね。はい、で、二つ目ですね、プログラミングが苦手でもできるというところなんですけど、コードとかね、プログラミングって別にするっちゃするんですけど、それはね、専門ではないことが多いんですよね。例
例えば、なんだかな、サーバー構成だったりね、ネットワークの設計とか、そういうのが、まあ、主な仕事になるんですね。だからね、コードというか、どっちかというと、まあ、絵を描くっていう感じなのかなって感じなんですね。でも、まあ、絵を描くって言っても、まあ、難しい、なんか絵って言っても構成図みたいな感じですね。わかりやすいので言うと、パワポにね、このなんか、ちょんちょんちょんみたいな、描くって感じなので、なんか実はそんなプログラミングって、がっつりってわけじゃないんですね。ツールとかそういうのでやったりするんですけど、まあ、それを本業としてる人よりかは、まあ少ないってことが、あるかなって感じですね。なので、あれなんですね、プログラム、まあ、IT 業界入りたいと思って、プログラミングをね、ちょっと勉強してみたけど、なんかこれ合わねえなというか、難しいな、なんか、未来になったら、逆にちょっとこっちに降りてくるっていうかね、あ、こういうインフラっていう仕事もあるんだな、ちょっとこれやってみるかと。いうのでもね、全然いいと思います。なんかこう結構、IT の中でも、結構やってる子は結構違う、なんだろうな、違う、いや、結構違うって言ったらあれですけど、なんかね、ちょっとね、使う脳みそは違う気がするので、こっちダメだったけど、こっちいけるっていう人はね、そういう人もいたりすると思います。で、3つ目ですね。これインフラは確実に必要っていうところなんですけど、あれなんですね。その、アプリケーションを動かすために、基盤をね、作る係なんですね。インフラエンジニアで。なので、まあ、お払い箱になることはないですね。そもそもアプリを動かすために、それないと、ないと動かないからね。で、まあ、どのアプリもこれサーバー上で動いてるんですね。その今だとね、パースですね。プラットフォームアザーサービスと呼ばれる、そのユーザーは意識しなくても、もうコードだけをね、そのネット上にアップロードすれば動くっていうのがありますよね。ヘロクとか、ラムダとか、Azure Function、まあ、そういうやつですね。とかそういうのって、まあ、実際にね、僕ら使う側としてはコードだけ書けばね、もう動くよって感じなんですけど、あえて中身はね、サーバーというか、まあ、アプリケーションサーバーなんですね。っていうこともあるので、でまあ、そういう仕組み自体がね、あるっていうことは、そのメンテナンスだったり、さらにその追加開発とかね、するっていう、人が必要なんですよね。まあ、なので、その、なんですかね。まあ、確実になくなるってことは、まあ、ありえないですね。まあ、プログラミングが伸びていけば伸びていくほど、こっちも一緒に伸びていく感じだと思うんですね。インフラの、仕事っていうか。なので、まあ、確実に必要なので、多分、一生食っていけるのかなって思いますね。はい。という感じですね。まあ、勉強はしないとはいけないと思うんですけど。で、最後ですね、4つ目なんですけど、これ結構個人競技だったりするというところですね。これ僕、こういうのあったんですけど、例えば10人チームがあったとすると、その構成的には、まあ、リーダー1人、でインフラ1人、フロント1人、で、残りアプリ7人みたいな、の、10人チームみたいなね、そういう体制とかがね、あったりするんですね。こうすると、結構ね、その調整事とかっておのずと少なくなるので、自分のペースでね、動きやすかったりするんで、結構気が楽だったりはするかなっていうのはね、僕はその時やってて思いましたね。
とりあえずやりさえすれば大丈夫なので、で、なんだろうな、やっぱこうやって一人で複数人で同じことをやるってなると多少なりともなんかちょっとね、ちゃちゃ入りじゃないですね、なんかね、調整というか、これってこういうことですかねって、なんていうのかなね、なんかちょっとやりにくい感が出るときって確実にあるんですね、それがプラスの方に行くこと、その2人でやることによって2人というか複数人でやることによってプラスになることももちろんあるんですけど、マイナスになることもあるんですよね。そういう人同士の干渉というかそういうのが入ってくるので、良くも悪くも、そういうのがね少ないんですね、人が、少ないっていうかね、少なくともこの場合一人でやってるので、っていうのがあるから結構ね気が楽かなっていうのは思いますね、はい、っていう感じでしょうか。なのでもう社会とかに例えると、あれですよね、もう大工さんとか水道をね工事する人とか電気工事で電気のね人とかって、あれって、今後なくなることって多分ないですよね、AI がね、取って変わる云々とか言いますけど、そこまではねできないんですよね、インフラも多分それに近しいものがあって、アプリケーションがねどんどん育っていっても、どっちもインフラもちょっとずつね育たないといけないし、うまいことその AI にとって変われないところな気もしますよね、ここら辺の領域って、っていうのもあるので、結構狙い目なんじゃないかなっていうふうに僕思いますね。はい。という感じで、今日は終わりです。じゃあご視聴ありがとうございます。また見てください。